VIP はね、本当にね、なんだろう、戦い方がマジでうまくないと難しいんで、やっぱこのサプレッサーを生かしつつ、いかに相手の裏を取るか。みたいなね、もうこれで勝てね、めっちゃ撃つやんけ。土着層に下撃たれたぞ、白身タグ。キツネメのロー。めちゃくちゃだな、もう。虎の威力ある、なんとやらってやつだな、完全に。画面の前の皆さん、こんにちは、ゴデツナです。ということで、今回はね、VPR のマック数が当たったんで、こちらを使っていこうかなというふうに思います。まあ、この子の長所はやっぱり僕はサープレッサーだと思っていて、まあ、ブレも独特でね、そこまで扱いやすいわけではないので、イエローとサープレッサー、これをうまく活かせるかどうかが鍵になってくるのかなとは思いますね。まあ、ちょっと今回はね、この、サプレッサーとロングバレルを組み合わせた時のこの固有バレル。固有バレルが相変わらずかっこいいんで、まあ固有バレルを使いたいがために、まあこのカスタムでいきますけど、まあ、サプレッサーとロングバレル合わせる必要は別にないんで、やっぱストックを生かすとか、あとはまあ、あえてラピッドファイアも外しちゃって、大口径でいくとか、まあそういう生かし方をするのがこの子は一番なのかなとは思いますが、まあとりあえず今回はね、固有バレルを生かすためにも、ロンバレサプレッサーの、VIPR さんのカスタムで遊んでいこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。さあ、ということで使っていきましょう。VAPR マーク2イエローサプレッサーロングバレルラピッドファイアスティムショットタクマスガンホーゴーストで、ハードポインターさんでいきたいと思います。お願いします。マーク2しかしかっこいいですね。まあ、相手さんがリスナーさんっぽいんで、ちょっと急遽、このロビーで撮っていこうかなというふうに思います。まあ、個人的にはやっぱりこのサプレッサーとロンバルつけた時の、まあ、こういうバレルですよね。これがやっぱりこの子はかっこいいかなと思うんで、使いこなしていきたいですね。頑張りますよ。頑張るぞい。頑張るぞい。頑張る頑張る。頑張るぞい。正面にゼロ。頑張る頑張る頑張るぞい。頑張る頑張る頑張るぞい。ハードポイントを確保。うわー、弾足んねえんだよな。VPRはやっぱ非常に継戦能力が難しいところですよね、この子は。マジで危な。で、ここで一回もう変えに行っちゃいましょうか。残り30秒なんでね。残り30秒なんで危な。残り30秒なんで思い切って買いに行っちゃいますよ。よいしょと。ちょっとこちら側に味方を寄せちゃいます。いいですね。味方さんも次ポネ意識が非常に高い。素晴らしいですよ。ダックデプロ置かせていただいて、開幕のポイントだけいただきたいね。真ん中から3枚ぐらい来そう。あと弾がないんでクラッシュがいると助かるんだけど、クラッシュさんはいなさそうだな。クラッシュさんはどうやらいなさそう。もうこれ以上無茶できないんだよな。弾がねえから。弾なし小僧だからよ。おい、そこ前出て無駄に死なないようにな。気をつけな。一度じゃあここは逃げましょうか。味方が一人でも乗っていれば全員が乗っている必要はないのでね。ここで私は逃げますよ。逃げますよ。で、武器もいただいちゃいますよ、ついでにね。あ、でもなんかウェーブ押し返したっぽいね。素晴らしい。VAPR 押してないかな。マッドドックスは普通に強いんだよな。ナイスキル、それ。もう一人いってるね。さやれそうかな。俺ちょっとじゃあもう、次ポに向かわせていただこうか、ここは。それがいい気がするよね。危な。マッドドックスのエイム、だいぶ頑張ったな、今。とりあえず、バレてたよーい。ちゃんと報告されてましたね。さて、ここは砂減りが。やっぱ VAPR のブレむず。 VAPR のブレは中マジむずなんだよな。マジむずなんだよな。オッケー、頑張る。砂減り任せるぜ、マジで。危な。頑張れ頑張れ砂減り。マンティスはまだ出さないでいいでしょう。次ポでも十分だと思うんで。あー、さすがに耐えきれねえわ。さて、UAV 出していただいて、頑張れみんな、頑張れみんな、頑張れ頑張れ頑張れみんな、頑張れ頑張れ頑張れみんな。ナイス、いいっすね。これでもう次ポなんで、次ポ向かいましょう。 OK。 で、正面から行ってもしょうがないんで、俺だけ裏から行きますか、ここはね。あんまり正面から行ってもしょうがない。で、ここでマンちゃんも出しちゃいましょう。よいしょと。さすがに無理か。VAPR はね、本当にね、なんだろう、戦い方がマジでうまくないと難しいんで、やっぱこのサプレッサーを生かしつつ、いかに相手の裏を取るか。みたいなね、もうこれで勝てね、めっちゃ撃つやんけ。
土着さんに下打たれたぞ。白身タグ、キツネメのロー、めちゃくちゃだな。もう虎の意を狩るなんとやらってやつだな、完全に。オーケー、オーケー、ナイスマンちゃん、よいしょ、ナイスセーブ。オーケー、なんか煙いんで、煙いんで逃げます。で5秒なんで、もうさよならします俺はね。指出して登ってくるな。あら、やりきれませんか、やりきれませんか、あぶねー。 OKOKOK、 砂減りまで出ました。これはでかいんじゃない。下に1枚いたな今。あえて挟みに行くか俺が。 OK、 であれだけやらせていただいて、よいしょ。であそこで注意引きつけたんで、こちら側から入るとなあ。それ勝てないんだよな。ソードフィッシュとの純粋な正面の打ち合いはマジで勝てないんで、もうそれはしょうがないですね。なんでもうソードフィッシュとの、なんだろう、純粋な打ち合いに関しては、まあ、なるべく逃げる。それが一番かなと。私は思うなり。もう一人いたか、奥に。まあ、とりあえずもう次ポでいいでしょう。よいしょと。次ポでええやろ。よいしょ。バックデプロ、よかせていただいて。まあ、だいぶ流れとしては悪くないんで、このままポイントで押し切りたいですね。それは強い。うわ、このタイミングでシステム侵入か。あれはなかなかもったいないタイミングな気がするが、マンさんはこれは壊されちゃうかな。あべ、セントリー掌握されてら。とりあえずこいつからは逃げて、なんで後ろにいる、勝ったのかこれ、びっくりした。後ろにいる、あれ後ろにいなかったか今。どういうあれなんだ。オッケーオッケー、とりあえずなんかケツのポイントだけいただいたわ、とりあえずな。で向こう側に行きましょう。これはアナル使う場面だな。アナルで行こう、アナルで行きます俺は。ナイス、向こう側な気がするね。これはそんなことはない。危なっ。で、あいつもやって、こいつもやって、こいつもやって、これで多分逆だと思うよ。あー怖い。ナイス、またスナイル出たね、素晴らしい。出しちゃおう、ここは出していくよ俺は。マンさんも出させていただいて、やっぱサプレッサーあるとこういうところバレねえから強いなマジで。なあ、マルトックスにこの距離は勝てねえ。サプレッサーがあるんでね、あの距離はやっぱ隠密行動ができるっていう、その立ち回りをねちゃんと考えてできるというのは、素晴らしいところなのではないでしょうか。裏来てるってバレてるから、オッケー、やらせていただいて、で逃げますと。味方が違うから来てるんで、あれちょっと待って、マンさんを俺はここに召喚と。でこれ挟まれるな、普通に普通に挟まれそう。ナイスキル、危な、中からも来てると。オーケー、キル。もう一人中から来てたな今。それやれるかい。やれてはいなさそうだけど、俺詰めるわ。なあ、もう二人いるか、しくじったね。ただバリケードも置いてくれてるし、あそこのポイントはかなり大量に取れそうですね。頑張れ頑張れマーンさん、頑張れ頑張れマーンさん。降りてくるかな、ちょっと見てね、本当勝ったわ。危な、今のよく勝てたな、奇跡の勝利って感じ。また真ん中入ってくるな。オーケー、で真ん中ゲット。ちょっとミカルさんが優秀なんだよなマジで。次ポの、あーそれは無理。次ポの意識はクソ高いんで、これワンチャン真ん中のポイントでも勝てるぞ。行こうかな、真ん中のポイント踏みに、せっかくだしね。 あれは無理、やられてんな、危な。これ下にいんのか。あー待って、殴りが出ない出ない。まあおとなしく次ポでね、次ポで勝負を決めましょう。 OK、 おとなしく次ポで勝負を決める。どっちから来るかな、こっちだよねやっぱり。あそこ網あるし、なあもうほんとソドミッシュには勝てねえ。危ない、あ、これでもう踏めて勝ちですね。オーケー、
ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱサプレッサーを生かした立ち回りができるとなると、かなり強いんじゃないかなと思います。ただ先ほども言った通り正面の打ち合いでね、まあ、マッドドックスだったりとか、ソードフィッシュに勝つっていうのは難しいので、その辺立ち回りを本当に生かせるのが生かせるかどうかが重要になってくるかなというふうに思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレスナーでした。お疲れ様です。おーつーぱんインフィニティワード、スレッジハンマー、そして、トレイアークですね。この3つの制作チームがローテーションして作っていて、でまあブラックオプスシリーズがトレイアークですね。今俺らが遊んでるブラックオプスシリーズで、来年のというか、まあ、今年の秋に出る、モダンオフェア4なんじゃないかと噂されているモダンオフェアシリーズを作ってるのがインフィニティワード。